ソンの踊りって普通のダンサーさんじゃないんですよ。時を止めるというか、なんかが違うっていう、なんかが違うをどう埋める、しかも踊り慣れているベテランに見せるっていうのがかなり課題ではあったんですけど、まあ、やっぱりつきっきりで陽子さんに教えてもらって本当にありがたくって、実際この劇場も朝練もさせていただいて、夜自主練もさせてもらって、実際本番どうだったかはもうそれどころじゃないっていうのもあったんですけど、すごい自分でも気持ちよくて、最後の方は自分で踊りながら、ああこのグロリアっていう役ができてよかったなってすごく感じましたね。